は今スポーツナースってお話聞いて、ああよく来てくれた、いいでしょ、言葉がいい、スポーツナース、そうなんですよ、うん、地元のねお嬢さんで、そうそうそうすごい頼りにしてるの、うん、はい、すごくいいと思う。帰り道、伏見駅の方がちょっと時間的に近かったんで、うん、ね、こちらの方に、駅はね、そこ、そこ、すぐ、すぐ、あれ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 、今、ここが駅、あれ本当、あ、本当、はい、初めて登る、国会でも引き続き仕事をしていただかなければならない、そのように我々は考えています。もっともっとより良いものにしていくために、皆様のお力をどうぞ、私に木村弥生に信頼の一票を託してください。これまでその専門性を生かしてコロナ対策、国会の最前線で取り組んでまいりました木村弥生でございます。衆議院議員候補、木村弥生でございます。街の中、大きな声で失礼をいたします。お買い物中の皆さん、恐縮です。また地元の先生方とともに、この京都3区、この伏見の街をもっとより良いものにしていけるように、これからもどうか仕事をさせていただきたい、このように考えております。